13日目はアダクターストレッチ、内転筋のストレッチと胸郭のモビリティをします。それではやっていきましょう。片膝を立てます。そして反対側の足を横に伸ばします。内転筋が伸びていることを確認してください。そして伸びている状態を維持して、左手は耳、右手は膝の前に寄ってきます。そして体をひねりながら、この肘をですね、このスペース、手と足、膝の間のスペースに持っていきます。これひねるときにですね、息を吐きながらひねっていきます。